プリンを食べる会。というわけで、嬉しい。ちょっと差し入れでプリンが届きましたんで。ありがとうございます。届いたんであれば食べるっしょっていうことで。いただきますでしょ。いい匂い。うわー、いちごのいい香りや。私いちごのあのポッキーから匂ってくるあのすごい濃いいちごの匂い好きよ。それまさに昨日その話になりましたよ ね。かけ、ああ、ああ、ちょっとちょっと置いて。すいません。いただきまーす。いただきまーす。うわ、何これ美味しそう。美味しい。最高すぎるでしょ。本当でしょう。うん。プリンが一番好きかもな、私。私も。うわ、美味しい。うわ、うわ、美味しい。うん。水槽で食べたい。水槽？はい。水槽で。バケツじゃなくて？はい。水槽ってどういうこと？水槽で何ですか？いろんな大きさあるやんか。その、うん、大阪の南港の海遊館、うん、海遊館の水槽で食べたい。でかいよ、バカでかい。やれ、いいんです。ジュゴンと一緒に。ジュゴンちゃん、はい、ジュゴンちゃんっていうニューハーフちゃんおったな。そうなんですか、うん、かわいい。食べるの早い。早っ。おいしい。今日は雨か。雨だす。雨だすっていう意味昔わからんかったわ。まあ今も説明してるとわからんけど、雨だすってダジャレでつけてるんですかね。多分ね。大好き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 。あ、結局大好きなんかい。あ、今あの人に見えた。中瀬ゆかりさん。違う、中瀬ゆかりさんですじゃなくて、はい、あ、やっぱり、まあ、ずっと言ってるやつ。ガリガリガリクソン。それめっちゃ言われますよ。ガリクソンさんに言われ似てるってめっちゃ言われます。あとはシンクタンクさん、うん、あのシルクハットかぶったらね、うん、めっちゃ言われます。なんだ、おいしいね。え、どれをチョイスしようかな。あ、内田栄さんがユリアンの故郷 NYC ニューヨーク。あ、いや違います、あの奈良県吉野町で。あ、そうか。でのロケが見たいです。エチン工房、それよりぜひ、それにぜひお二人訪れて。これ関西の番組やけど奈良にね行きましたね。はい、ロケで。そうそうそう、うん、あの地元、あれは NYC ではないんですけど、うん、あと YTD どこそれ。大和高田です。そっか。で母校にね、ゆりやの母校に行きました、はい、ロケで。はいはい、楽しかったし、ね、嬉しかった。先生ね、すぐ出てきてくれてな。はい、はい、習ってはない先生だったんですけど、うんうんうん、印象、めちゃくちゃ印象的な、あの、うん、カラフルなタンクトップ着ててムキムキで、うん、髪の毛がなんかマヨネーズの蓋みたいな形。そうだっけ。はい、なかなかパワーのあるね先生だったよね、はい、なんか久しぶりにお会いした感じ一切出せはらなかったですよね。おい、そうそう、あれいいよね、はい、あ、面白かった、ひっくるめて全部。いい先生、いい学校やったな、うん、嬉しかったな。嬉しかったです。嬉しかったと思います。きました。はい、結婚したいですか。よかったら僕と結婚してください。やって、中身も分かりませんし、生活スタイルも分かりませんし、顔も分かりませんのですいません。まあすぐ結婚しますとは言えないわね。ユリアンと本気で付き合いたいと思ってるんですけど、いつ募集されるんですか。うん、さんから。いや結構ハードル高いよ。
ねえ友近さん。そうですね。意外とそうですよね。すいません、なんか偉そうに言って。どんな感じなんやろね、このオンさんと付き合ったら。いや絶対私が好きになる人しか無理なんです、付き合うの。そう、追っかけたい人やもんね。はい、うん、いやそうやわ。多分ほんで、あこの人違うなと思ったらとか言い始めそうやもんね。あれ怖いから、ネタがね、うん、2人のネタがあるんですよね。あるんですよ、テニスのネタでね。まあダブルス組んでるんだけど、もう精神コントロールできない、もう子供のまま大人になった高校生みたいな子でとか言い出すわけ、試合中に。それがもう怖くてさ。怖いんだ。でもあれは親に、親が見に来てて、あれを見て言った感想、ゆりそのものやな。親が言うやから間違いないわ。ゆりその私そんな手に負えへんねやと思って。そうやったんやろね、自分でも分かる。あのだいぶ成長したなっていうのは、あコントロールできだしたなっていうのは。まだね、その人前でやらないとか、そのよそでやらないとか、あとはそうですね、それは結構あります。でもなんかあのコントの中で、これも全部終わってるから言ってもいいです、うんうん、なんかテニスのペアを組んでて、テニス中に、まあ、幼なじみなんですけど、まあ、なんかギクシャクしてる試合中に、で私が急に癇癪を起こしてわーって言うんですけど、その時の気持ちとか分かり、めっちゃ分かりました。そのなんでこの人がこう言ってるかっていうの、友達関係がうまくいってない感じとか、この友達独占したいみたいな気持ちとか、自分でもこんなん言ってもどうもならんっていうのは分かってるけど、言ってしまう気持ちとか、はい、だからすっごい分かる。お客さんも、あその感じの時期私もあったとか、分かるわっていう共感の見方多かったと思う。あ確かに泣いたって言ってる人いてありましたよね、うん、だからやっぱ姪っ子とか見てても、今だいぶあのコントロールできてるんかもしれんけど、はい、まあ、姪っ子に限らず子供ってやっぱそうやん、はい、ってこう抑えられなくて泣くとか、はい、だからあのコント中にいろいろ考えさせられたもんね。あ、分かるわとか、おるわ、でもまだこういう人も絶対大人でもおるはずとか。友近さんって結構コントロールできなかった、結構大人になってっていうか、まああれぐらいの中学高校ぐらいでコントロールできないこともなかったですよね。だから無口やった、どっちかというと無口になってたと思う。うわーって言うより無口？無口？え？無口ってこと？いいじゃないわ。あなたが言ったやで。無口って。あ、また落ちた。すいません。それ無口。ひどいこと言ってた。あ、そうですか。意外ですね。友近さんがでも無口だったとか。うん、でも結婚したい、付き合いたいと思ってる人いるよ、世の中に。いや、それほんまにいてくれてるんですね、世の中に、うん、でも調べました、私。何を？そのこういうの見て、え、嬉しい、え、ちょっとぜひ連絡くださいみたいな人って絶対いるじゃないですか、うん、それを聞いて、うん、私絶対そうなれなくて、うん、なんかそうなった瞬間にって思っちゃうんですよ。それって病気らしいんですよ。あ、病気なんだ。はい、なんかその病気というか、その自分のことを認めてなくて、うん、いや、なんでこんなやつのこと好きやねんって気持ち悪いって思うんですって、はあ、その無意識に、はいはい、だからってなる人が。あ、でもおるね、そういう人。あの人もあの人もあの人もこの人もこの人もね。終わってる。はい、ということでまた10年後にお会いしましょう。はい、でも気持ち嬉しいと思ってます。ありがとうございます。チリチリー。